はい、おはようございます。朝ごはんですね。今日は月曜日、もう今庭の掃除とかじいちゃん家片付けたりしてきましたね。何をしようかね。味噌汁と目玉焼きができてますね。はい、今日のタンパク質何食うべというのを考えて、それから始めましょうね。まず煮しめがあるから、これは OK だから、煮しめは今日作らなくていいでしょ。味噌汁できてるでしょ。そうすると、この辺ですね。肉で豚をやっつけちゃいましょうかね。それと焼肉があるからね、ちょっと焼肉食おうかな。腹減ってるし、相当腹ペコリンですね。焼肉をやっつけて、よいしょ。焼肉やっつけながら、サバがね、あるんですよ。魚を必ず食べるというのをね、僕は大体大事にしてますね。2本ありますね。じゃあ2本使っちゃいましょうか、今日は。やっぱなんだかんだ言ってもちょっとベタベタしてるんで、軽く流してあげて、はい、そのまま、5分ですね。魚焼くときはまず5分、これでやつけちゃいましょう。それこれが2匹肉なんで、これが餃子ですね。皮が買ってあるから、これは餃子を作るという神のおもしべしですね。そうすると最初についてニラもありますんで、ニラニラね、いつも冷蔵庫の中切れちゃうといいですね。ニラニラにキャベツ、キャベツ、ニラにキャベツでいいかな。ちょっと生姜も刻んでやろうか。そこそこね、大きいですよ。生姜刻んでやるとね。お、なんか一個だけ椎茸があるな。なんでお前かわかんないんだよね。あれがこういう風に良かったみたいなのがね、後でわかりますね。生姜になるとね、焼き肉は玉ねぎと一緒にやっちゃいましょう。ちょうど半角だという感じで計画を立てます。計画立ちました。焼き肉は次のパートなんで、最初のパートは何かというと、こっちもね、でかいぐらい、まあ、まな板で最後切っていきましょう。ね、中華の料理だと、ちょっと、やっぱり切って、中華料理だと、よくね、ニンニク入れないとか、ちょっと、僕はニンニク入ってた方が好きだね。一番外側も食べてるんだね、結局、カゴにあるから。これからみじん切りですね。あ、やっぱみじん切りは中華料理がいいよね。このぐらい、このぐらい難しいのか。これは葉っぱの部分を使いますから OK だね。ニラはこっち、はい、蒸し上げました。もう一個蒸し上げました。まだちょっとこう大きいのが暴れるから
ね。ちょっとあのみじん切りにした時にアクを出してやるからね。で、あんを作っといて煮るのは夜ですからね。ちょっと長い長い時間の時間が来なくてはな。はい、こっちの方がいいね。いっぱいこれはもうしましょう。もっと大雑把に切っていきましょう。塩かけて切るとアクが取れますからね。まあ、その前に切ってもらって、塩このぐらい入れてあげようかな。ニンニクはね、これだ。ニンニクニクニクニンニクニクニク、こうってやつだね。ニンニクをこうやって5分経ちました。5分経ったな。5分はね、本当にまだ魚の火が通らないですから、庫内を温めてるんだけどね。とにかく魚を最初、そうしてる間に次から次へといいことがある。昭和もう終わりましたね。あとで片付けます。ニンニクニクニクがね、ここだ。ニンニクと生姜は最後肉と一緒にいただくときに使いますから、まずは準備までしておきましょう。はい、ニンニクニクニク。腹減った。魚が一生懸命焼け出してますね。はい、じゃあ始めましょう。魚が焦げとる匂いがする。うまそうじゃな。多分あのぐらい勝利だともういいはずなんでね、すべてね、この辺からキノコが混ざっていきます。
じゃあ、ミーナ行こうか。ミーナ、ミーナ。もうそろそろミーナを混ぜ込んでもいいぐらいなんで。組織が潰れるよね。ここで OK と、でこの人が出てきて、はい、ひき肉だね。まあ見ればわかる。でひき肉に絞ってやって、どっちかっていうと葬式が潰れる感じだよね。で塩分も、いっぱいこれで外に逃げてってるから、もうちょっと塩かけてもいいかもしれないね。前回はそうでしたね。今度は肉のまな板が出てきます。もうちょっとでけえ方がいいんだけどね、なかなか気に入ってですね。中華の丸いでっかいついよね怒られちゃう、そんなでけえのだったら。で生姜もみじん切って、あ腹減った。でこれから叩くんでね。はい、ニンニク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 、こうお池にはまってさ大変。
よくね、あの中華の人なんかでもここにあのいろんなもの入れますよね。ここのとこね。じゃあ塩を少々。塩少々。ラー油入れてみようかな。ラー油にごま油がねえな、おい。ごま油ありました。ちょっとこう揉んであげてね、揉んであげて、これだとまあ3つぐらいになればいいかな。3つぐらいになればいいかな、ね、これからパテから作りましょう。叩くのはどこも中華包丁の方がいいな。飛ばさないようにしようね。もうちょっとでかいとねいいんだけどね。一つになりますよね。最初はみんな素人なんだから、それをなんか最初からあなた怪我するからやめなさいとかいうのは間違ってるよね。この YouTube の動画にもそういう投稿がいくつかありますけどね。そんな手すぎちゃいつか怪我しますよって。じゃあ医者の言う通りそこら辺のスーパーから物買ってきて食ってりゃいいんかって、たかもしれないけど頑張って作っていくうちにだんだん自分の味が出てくる。自分自身チューニングされた何かがね見つかるんだよね。これはそれに価値があると思ってるよ。ないかな。まあそれはそれぞれ人それぞれの心理だからね。もういいかな。なんかこのまま食いたいよね。このまま焼いて食うっていうあの味がわかるよね。
ちょっぽみとかね、なんか、餃子はどっちにしたって醤油つけて食うからいいか。ここのね、この油をこう取るのが包丁かなんかで取れば楽なんだろうかね。ちょうど入るぐらいの入れ物にね、入れちゃいましょうかね。これは洗う。はい、パテ出来上がり。30分ぐらいしてから食べた方がいいっていうね、多くの方々はね。それでまずはみんなの方を見せて、まずこの包丁で、ね、ちゃんと片しましょう。包丁はね、使って置いとくってもいいんだけど、こう肉やった時とかクリーンじゃない包丁はすぐに片した方がいいね。扱いがめんどくさいし。包丁置き場か保管庫だね。包丁置き場、まあ今保管しておきましょう。よいしょ。ちょっと肉が飛んでるんで、きれいにしましょう。おお、きれいきれい。わあ、見ないか、待って。見て疲れた。はい、次が焼肉でごじゃる。豚のね、バラ肉の脂をとても大事に使おうと思います。僕はいつもこれ大事にしてます。で、その間にマスジャロン、塩サバと、なんだっけ、シャモが大好き。そんな好きじゃなかったんだけど、いろいろ食べてるうちにだんだん好きになっちゃったね。はい、こっちね。何するかっていうと、玉ねぎと豚バラ肉でおしおしを作ります。これはこのまんま、このままパターンね、しばらくしましょう。で、玉ねぎだね、玉ねぎ、ねぎねぎ。目玉焼きだけだとね、うちの奥さんは十分なんだけど、俺はちょっと足りないんで、ちょっと多めに作っておいて、おじいちゃんのお昼、それで夜は餃子だね。まあちょっとあんまり細かく切らないでおこう。こういう感じで切ると面白く出ますよね。なんか料理ってこの、なんていうの、面白みっていうのが大事だよねと俺は思うんだけどね。たまに必ず割っとかないと火の通りが悪いのかな。で、カグラピーマンだね、これね、チンコイピーマン。カグラピーマンでいいかな。ただの成長不良ピーマン。
成長不良の特性なんだね。それはそれ、その時の個性だ。 ADHD ピーマン多動時ピーマン、俺は ADHD でしたね。今も ADHD ですけどね。他人に理解できない人間ってのはあれだよね。 ADHD と呼びつけられちゃうんだよね。それを過剰包摂の時代と呼びます。いい話だね。はい、火を入れて、さてさて味はどうするかね。このぐらいありますか。2つ、半分を使っちゃいましょう。これはいつも悩みますね、焼き肉は。焼き肉のタレでしょ、目につけて。あれは鈴木さんが茨城の焼き肉に紹介していたから、それでしょ。まあ焼き湯を入れましょう。焼き焼き。うまそうだね。油と肉汁が出てきたねっていうところで、皮に入ります。で、玉ねぎの上に使います。あ、熱い熱いね。どうぞ僕の上に乗ってくださいって玉ねぎの上に乗ってくださいね。そうか、すまんの。あれ、なんだっけ、だから、あれ一家拷問だっけ。自分の子供も一緒に焼かれちゃった人違うか、誰だっけ。まあ、キリシタンとかなんかはいっぱい一緒にね、子供ごと焼かれたりして大変だったみたいだね。いや、あの時は大変だったっていうわけじゃないんですけど、そのままそもそも十分、なんていうの、熱がピーマンに入って、ピーマンの水が逃げてるんで、なかなかね、ピーマンが嬉しいと思うんだよね。で、一回また切り返して、おぉ、くさみでそう。また、肉を上げて。うわ、肉を上げて、上げてると、下のピーマンがね、めっちゃ入ってきますね。肉も回って炒まってくるでしょ。なんだよね、これが。で、2段階でピーマン臭いか、ピーマンですよ。玉ねぎ臭くないやつがピーマン投入。ピーマン投入。で、やっぱ同じように肉が上に食べちゃって。ピーマンはそもそも生で食えるからね、そんなに火が強くない必要はないですね。もう、うまそうじゃない。よし、じゃあ最後に焼き肉のタレ、
近くなんで、今日は走行車です。もう、フライパンに染みた味がね。ほんで、アルコール飛ばしながら、今まで乾かになってた食材が食材になってるね。うん、うまい。まあ、まさかうまいね。もうちょっと食パンがいいね。どういうことだっけ、肉に。ちょっと残すね。最後にまた乗せて。出来上がり。うまそうじゃろ？はい、じゃあ僕のご飯は、はい、奥さん作っといてくれた卵焼きにお肉ね。どうしてもやっぱ腹空いてるときは大事だね、こういうのはね。炭水化物食わなくていいんだから。ちなみに今血糖値138でした。ガビョーン昨日の鮭があるから半分入れてね。で、この辺のやつをこうやって入れちゃいましょうか。で、お味噌汁かな。とにかくね、炭水化物なしの食事っていうのはちょっと考えられないんだよね。普通どうやったらいいの、何我慢するのってことになるんだけど、何にも我慢しないっていうか、我慢したって続きっこない。だから探す、自分の食事を。自分探しの旅じゃん。生言う、あれ前なんかご飯あるのに食べてない。よし、じゃあこういう、そういうことで今日は月曜日、昨日ちょっとだけプール行ってきたけど、来週は出張なんで大変。じゃあね、頑張るぞ、一週間。